こんにちは、粟田洋介です。今日はこのペンとインクで絵を描いていくんですが、ちょっと大雑把にこのペンの種類とちょっとどんな感じでペンを使っているかっていうお話もしたいと思います。見てわかると思うんですけど、この部分にペンをこんな感じで差し込みます。あとはインクをつけて描くだけです。新品のペン先を使っているのですが、こんな感じでインクの出が悪いです。ペン先は作る時に何かの物質がついているので、新品は火で炙ると良いと昔学校の先生に教わりましたが、今回はやっていません。ちょっとこの新しいペン、新しい時はちょっと書きづらくて、この辺はっきり線が出てなかったんですけど、このペンの角度とかこの筆圧ですね、このグーってね、このぐらいの感じで書き始めたらちょっと書きやすくなりました。私がこのコルギラフィーペンを使い始めてからもう30年ぐらい経つんですけど、ペンの種類を人から教わったり調べたり、なんかそういうことしたことがないんですね。たまたま画材屋さんでペンを見つけて、書くときもインクをペンってつけて書きたいものを書きたいように書いてるっていうだけなんですが、さっき生まれて初めてこのペン先の種類について調べてみました。でね、まあ大雑把に言うとこういった感じの種類があります。過去に私もこういうの全部買って試して使ったことがあります。ただ正式な使い方ということを知らなくて、カリグラフィーペンという名前を知ったのもここ何年か前の話です。なのでこのカリグラフィーペンっていうのが絵を描くペンだと思っていたので、カリグラフィー、字を書くペンということを知りませんでした。今はこのタイプのペンですねを使ってるんですけど、このね丸いのがついたやつとか、ここの先っぽがねとんがってなくて、ここがね平べったいやつとかがあって、面積が広いところにね塗ったりするのに使うのかと思ってたんですけど、この平べったいやつはどうもこの太い線や細い線のあるこういう字体を描くためのものだったみたいです。このね平べったい部分をこの方向で引けば細い線になるし、この方向で引くと太い線になって、この太さ調節がこう引くこともできるしね、カーブしてとかってことができるんで、このこういう風に書くのに適しているペンということだったんですが、私はねこう広い面積こうやって塗るものだと思ってて、字を書くペンなんて知らなかったもんですから、広い部分にはこの筆をインクにこうやってつけて書いちゃえばいいやってことでね、こういうペン使うのやめて、今はこういうペンしか使ってないんですけど、なんかねこれで絵を描いても、これでねこうやってねこういう風にしながら描いたら面白いんじゃないかなと思って、ね、今度このペン買って描いてみようかななんて今思っています。私は説明書とかも読まないタイプなんで、自分でやっていろいろ自分でやり方を考えていくのが楽しいんですけど、外側から情報を得てやり方を知るっていうのもね、自分を高めていくのにいいんじゃないかなって今ちょっと反省しています。まあいいや。ちょっと私が太い線を引いたり大きい面積を黒く塗りつぶすときに使ってる方法なんですけど、ペンのこのサイドの部分を使ってこうやって、スーッと、なんかうまくいかないな。これはこれで面白いや。あ、そうそう、こんな感じでスーッと塗りつぶすようなことをしたりもします。でペンの種類なんですけど、ペンこう新しいやつが1個あるんですけど、 A 型 C 型 B 型この絵を見ても何のことか意味がさっぱりわからないんですけど、このペンはこうやって3つのパーツからできています。これがね取り外せないやつとかもあったり、なんか2つしかついてないのとかいろいろあるんですけど、なんか一番気に入って使ってるのが3つのやつで、これが外せるやつ、こうねこうやって下のところをこうやってスライドさせて、でこれはねこうやってパチンってくっつけます。でこの隙間にインクが溜まって、結構長いことインクをつけないでも書くことができます。
でこれ外せていいのが使い終わってからインクをきれいにするときですね、あのペンを掃除するときですね、ペンを洗うときですね、外した方が使いやすいということです。ペン先、ここがねカーブしててすごい滑らかスムーズになってるんですけど、この横から見るとこんな感じですね。ここがねこういう風にピョンってなってて、ここがツルツルで丸まってるんですね。ここがそうすると書くときスムーズなんですけど、こういうタイプもあります。これはここがまっすぐになっててそれでも全然いいんですけど、結構書いてるうちに紙が削れてペンのね割れてるところある、ここにね紙が詰まってきちゃう、書きづらくなってくるっていうことが起こる時があります。それはね使う紙質によるんですけど、ペンとインクで書くときは表面がツルツルの剣塗紙っていうのがすごく書きやすいです。なんですがインクで書く分には剣塗紙だと書きやすいんですけど、このインクで線画を描いた後に水彩絵の具とかで着色する場合は、私はこの水彩絵の具用の紙に書いています。それでこの水彩絵の具用の紙も粗め、中め、細めっていうのがあるんですけど、ちょっと漢字の読み方が分かんないんです、合ってるか分かんないんですけど、この細めっていうやつを今日は使いたいと思います。粗めっていうのはね、ここがゴワゴワゴツゴツしてるやつあるじゃないですか、それが粗めで、細めって剣塗紙ほどではないんですけどスムーズです。なのでこのペンで書くときに書きやすいんですね。で粗めだと書けないことはないんですけど、ちょっと書きづらいかもしれないですね。剣塗紙に書いて水彩絵の具で書くのは紙が絵の具を吸いづらいので水は割と弾いちゃうみたいな感じ、色を塗れないこともないんですし、私も剣塗紙で色を塗ってちゃんと描いたことあるんですけど、水彩絵の具用の画用紙の方が着色するときに楽なので、細めで水彩絵の具用っていうのを、まあペンでも描きやすいし水彩絵の具でも描きやすいっていうのを使っています。でまあペン先の種類他にもいろいろあるかもしれないですけど、私が今知っているのはそのぐらいのことですね。あとはこのペンの持つところ、この部分ですね。これはね、なんかね、丸くて書きやすそうだなと思ってこれ買ったんですけど、太さがこっちの方が太いんですね。このインクの瓶ですね。これのインクはドクターマーティーンズっていうメーカーなんですけど、コルベインっていうメーカーのインクのこの口だとこれが入らないんですよ、太すぎて。モクターマーティーンもね入るには入るんですけど、こういうところにこういう部分がね当たっちゃうんで、絵を描いてて手がインクでベチョベチョになっちゃって、で他のところ触って作品汚しちゃったりとか、いいこと一つもないので、このこっちの方のペンをよく使っています。でまた別のメーカーで、なんてメーカーか忘れちゃったけど、リンの口がすごい広いやつもあります。まあこれも好き好きだと思うんですけど、インクの口とペンの太さっていうのがちゃんと入るように買うときはしていただくといいんじゃないかと思います。ではちょっとインクの部分が書き終わったんですが、結構インクの量が多くて乾くのにかなり時間がかかると思うので、このまま置いておこうと思います。それでこのペンはこうやって外します。インクが乾いてしまうと固まってこの金具が抜けなくなったりします。なので乾かないうちにバラバラにしておきます。それでこのペンの前は水で洗い流してたんですけど、今はちょっととんでもないことをやっています。手にどうしてもインクついちゃうんですよね、こうやってしょうがないでね、こっちのペン先なんですけど、最後いつ使ったのか忘れちゃいましたけど、インクが固まっています。もう一個のペンのこの後ろのところでこうやって削り落とします。こんなやり方見たら怒る人もいるかもしれないですけど、
ただこれは私がやってる方法っていうだけで別におすすめするわけではありませんが、これがね結構落ちるんですよ、このやり方で。こんなことやっちゃもしかしていけないのかもしれないしね。まあ誰にも怒られないし、こんなのねどうやったって自由だと自分では思っています。でこれさっきまで使ってたやつなんですけど、これも乾いたのでザーッとやって、じゃあね、こんな感じでペンは綺麗になりました。綺麗かどうかわかんないけど、ちゃんと絵が描けるようになりました。でこれ乾いたら上から色を塗っていきます。ではこのインクもすっかり乾いたので、今日はグワッシュで色を塗っていきます。ではね、絵が完成しましたので、こんな感じになりました。タイトルはこの間行った場所です。で最後にちょっとこの新しいペン先を火で炙ったらどうなるか、この一度も使ってない方のペン先を火で炙ってちょっと紙に線を引いてみます。こんな感じ書いたんですけど、火で炙ったら書きやすかったです。ということで今日はペンとインクの使い方とかね、道具のこととか初めて説明させていただいたんですけど、結構何人に関してもそうなんですけど、人にとってやりやすい方法って私にとってやりづらい方法だっていうことが多くあります。なので何にするにつけても私は自分でやりやすい方法をいつも考えながらやっています。でこのペンとインクも、これは本当ペンを火で炙るっていうこと以外誰からも何も教わったことがないし、やり方とか調べたこともないので、本当私の凝り固まったやり方って感じなので、まあ参考になった部分とならなかった部分があると思いますが、絵を描く方法とか何かをする方法とか、あと何か考え方とか人それぞれ違うんで、正しいとか間違えてるって誰にとって正しいとか間違えてるってことだと思うので、自分が描きやすいように、そして自分が楽しめるようなやり方をやったらいいと思います。ということで今日はペンとインクの動画でした。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が良かったと思った方はぜひ高評価チャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではまた次回お目にかかりましょう。さようなら。